ソッツィーニ派。ソッツィーニ派は、自由思想家、レリオ・ソッツィーニが唱え、その追いのファウスト・ソッツィーニが展開した、精神運動。三位一体説や、予定説、キリストの食材、現在の教義、キリストの神聖を否定し、教会と国家の分離、政教分離を主張した。ソッツィーニ主義と呼ばれ、またその一団は、ポーランド兄弟団と呼ばれた。 あるいは小改革派教会とも言う。イタリア人のレリオ・ソッチーニは、スイスのバーゼル、その後ポーランドで聖書研究を続け、ユニテリアン教会の指導者となった。エラスムスの原点批評に影響され、聖書への理性の適用を主張したソッチーニの神学的見解は、キリストは永遠の救いの道を教え、しかも我々が彼に習うことによって、 その目標に達し得るように導いたという点で救い主になったというもので、キリストは模範的人格であり、その他の属性はないとする。早期のユニテリアン主義への影響は非常に強かった。英国国教会とルーテル教会はユニテリアンの信者をソッチリニ派と呼んだが、ポーランド兄弟団、あるいは小改革派教会信者たちはこの名前を拒否した。この名は ミシェル・セルベッコとミゲル・セルベトゥスの影響を受けた、ジュネーブでの恐ろしい殉教の生きながらの火炙りを見たというタリア人、レリオ・ソッチーニの名にちなんでつけられた。そのお犬ファウスとソッチーニは、ポーランドに来て、その派の指導者になった。いろいろな宗派に属する人、職人、医師、薬剤師、都市住民、上流階級に属する人が、ポーランドのに集まった。 さらにいろいろな宗派の聖職者たちが、ポーランド、リトアニア、トランシルバニア、フランス、イングランドから来て、1569年から1572年までの三年間、楽フは、神学論争をするところとなった。その結果、そっーに派は分裂し、求心的思想を持つ者と、恩恵な考えを持つ者に二つになった。こうした状況があったが、 そっちに歯が持っていた特色ある、三位一体説の拒否、幼児洗礼の拒否、武器を取らず、公職への拒否、地獄の否定などは得意だった教理で伝統ある教会の教理とは一線を隠することで一致していた。その頃、ポーランド人の貴族ヤン・シェイエンスキーは、そっちに教会が発展するための静かで隔離された場所を備えようとしていた。 ポーランド国王から与えられた特権を行使して、楽譜の町を作った。楽譜は、そっちいに主義の拠点となり、印刷機を1600年頃に設置し、ヨーロッパ中に彼らの出版物を広めた。1602年に神学校の楽譜大学が設置されたが、宗派の区別なく学んでいたとされる。宗教以外は、外国語、倫理、経済、歴史、法律、論理学。 自然科学、数学、医学、体育などの教科があり、大学には大きな図書室があり、その規模は拡大して行った。1620年代になると、カトリックの装飾者によって、ポーランドのアリウソ派の立場は急速に悪化し始めた。1628年、帝国の公認宗派をカトリックと指定し、ソッツ主義は異端とされ、1638年には、 教会、学校、印刷所が閉鎖された。ク府大学の所有者は、大学の印刷機で、悪を広めたと告発された。新しいポーランド国王ジグムント三世はアーザは、ポーランド兄弟団の敵だった。その後継者、ヤン二世、カジミエフ・アーザはカトリック教会を後押しした。ク府大学の学生が十字架に石をぶつける事件が、発生すると、イエズス会士に告発され、 1638年には、領主も断罪され、落布の町は混乱で怪人に返した。そっちいに派への迫害は続き、1658年、ポーランド議会はそっちいに派のメンバーに3年以内の国外退去を布告した。信者の多くはオランダへ亡命し、外にシレジアやスロバキアへ移動し、そこで出版活動を続けた。トランシルバニアでは18世紀初頭まで教会が、 機能していた集会では賛美歌を歌い、説教を聞き、教えを説明した、教義問答書から学んだ。彼らの聖書は、ラテン語ブルガータやフランス語からなされたものだった。後に、シモン・ブドニが彼らの聖書改定を依頼されたが、全く新しい聖書を出す方が良いと考え、1567年頃に、その翻訳に取り掛かった。一つ一つの言語を分析し、 旧約本文中に翻訳上の難点があれば、ブドニは断崖中に辞儀役を記した。ブドニが目指したのは忠実で正確な聖書翻訳だった。ブドニ訳の全館聖書は1572年に出版されたが、出版業者等の解約の浮き目に遭い、それの改定版で、その2年後に正確な聖書が完成された。カルビニズムもカトリックの聖職者も、 この教派には猛烈な反対をしたが、ジグムント2世やステファンバトーリなどのポーランド国王が寛容だったので、そっちに主義者たちは自分たちの心情を教えるのに、都合が良かった。ボルテールは、哲学書館第七神で、そっちに立ち反三味一体教徒について、言論においても、帝国におけると同じように、どのような不沈が起こるかわからない。 アリウス派は300年の勝利と12世紀間の忘客の後でとうとう自分の肺の中から蘇ったと書いている。1660年前後にはコメニウスがソッチーニ派の協議を危険とした。イギリスではユニテリアン協会の創始者ジョン・ビドルや政治思想家リチャード・プライスとプリーストリーなどにその影響がある。ヨーロッパ啓蒙思想の一つの源流とみなされる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。